何でもいい何でもいい、乾杯すると。あ、オッケーです、オッケーです。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。お、水水水。おい、息子ちゃん。ヒロキって言ってみて。ヒロキ。おう、ミキ。また泊まり来いよ。はい。うん。帰ってきたら始めようか。超特急で急いでる。何もなかったです。これしかなかったです。マジか。まあ、全然何それ全然いいよ。それはそれで面白いからいいね。ヨーグルト。でもこれスポンサー関係あるんですかね。ええー、気分大丈夫だろ。確かに。うん、いいやろ。始めた。さあ、始めようか。はい。ああ、来た、いいね、いいね、いいね。おいいね。ガラナだけ。ああ、いいね、いいね、それはいいね。よしよし。ナイスナイス。通りやがるかな。さあ、始めます。さあ、皆さん、こんばんは。福チャンネルの福西崇です。今日は5月15日ということで、27年前の J リーグが始まったと同じ日です。皆様はどうお過ごしでしょうか。今夜は、東京ヴェルディの現役選手とコーチを交えたこのメンバーで生配信をお届けいたします。まあ、時間がありましたら、皆さんも飲み食いしながら、家でリラックスしながら、この配信を見ていただけたらと思っています。早速、今日のゲストを紹介しましょう。大久保嘉人選手。よろしくお願いします。はい。そして、川野博樹選手。お願いします。はい。そして、コーチの菅原智コーチ。お願いします。はい。素晴らしい。こちらの方々なので、また放送中にコメントも紹介していきますので、皆さんどうぞコメントよろしくお願いします。だいたい1時間ぐらいかな。ちょっとそれを目安にやっていこうと思いますので、はい、最後まで皆さんもご覧ください。ということで、最初はみんなで乾杯しましょう。はい。はい。はい、いいですか。乾杯。はい、お疲れ様です。乾杯、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お前。いいね。よしと。はい。なんで間に合ってんだよ。ダッシュしましょう、ダッシュ。そうだから、今までこう間に合ってない人がいなくて、そういう人が一番ギリだったの、今まで、ね。だから逆に、遅れてくれても面白かったよね。やばいっすか。それ先に言ってくださいよ、LINE で。勝手に入るんじゃないよって言って。ね、で、みんなさ、今どうしてるっていうのをまずこう聞きたいんだけど、ヴェルディの練習状況っていうか、状況って今どうなの？よしと。練習はもう家の周りを走るぐらいですね。家の周りを走って、自分の場合はトレーナーにあのメニューをもらって、これを家で庭でやるっていう毎日。あれは？ひろきは？川野は？僕もトレーナーとかにメニュー作ってもらって、それを家でやって、あとは家の周りで走ってって感じです。菅ちゃん何やってんの？俺もトレーナーにメニューもらって。嘘でしょ？もらってんの？階段10往復ぐらいしてるから。あ、そうか。そうだよね。でも俺と菅ちゃんは同級生で、でずっと、まあ、一緒にやったっていうかね、2008年。で、川野も2008年のヴェルディの選手で、一緒にやって。ヨシトは代表の時ぐらいか。そうっすね。なあ、あとは対戦してたっていうぐらいか。でも、あれなの、菅ちゃんがさ、川野、お前、菅ちゃんがコーチでいるとどうなん？やりにくいの、やりやすいの。いや、最初はちょっとあれでしたけど、今はもうだいぶ慣れて、いい、コーチの感じにも慣れて。
来ましたね。福さんはまだちょっと怖いですけど。ちょっと当時さ、でも、はい、川野が高校生で、ね、ユースから上がってきたんだよね。はい。はい、なでも、その時に俺が入ったわけじゃん。はい。で、菅ちゃん、川野は あんな感じだったの？あんな感じっていうかさ、結構、やんちゃしそうな感じやったやん。うん、そうだね。まあ、ユースの頃からね、チームの中でも中心選手で、目立つ選手でね、トップの練習とかも出たりとか、ね、本当に、キレキレの、将来、楽しみな、ね、いい選手が、どん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 ね、入ってくるんでね、大変でしたよ。でも、あの時ってさ、まあ、復帰とか、まあ、外国人3人いてさ、はい。川野は、どんな思ってたん？だって、自分が出れるかどうかっていうとこだったやろ。そうですね。まあ、でも、前が結構外人すごかったんで、うん。まあでも、負けれなかったんで、気持ちがまだ、うん、まあ若かったというか、勢いもあったんで、うん、でも削られましたけどね、外人に。頭から血流れました。容赦なく言ってたもんな。容赦なく言ったらやられましたね。そうだよな。そういうか、でもよしと今さ、川野すごい子分のようにして、ちゃんと面倒見てやってんじゃん。はい。ねえ。その、なんでっていうか、いつからそんな仲いいの？いや、FC 東京行った時に、うん。最初、まあ、知ってる人は何人かいて、うん。でも、川野ってやつがいるから、そいつをすぐ仲良くなれるよって言われたんですよ。うん、誰かからか忘れたけど。うん。で、本当に初日に行ったら、うん。こいつが、うん。すぐ寄ってきて、話しかけてみて、そこからもうすぐ仲良くなりました。何それは、フィーリング？なんか、はい、同じ匂いがするなっていう。でも確かに最初入ってきた時とかもそうだけど、ヨシトの匂いはしたな。間違いないです、ヒロキは。そうだよね。でも菅ちゃん知ってたわけじゃん、ヒロキ。そう。どういうタイプかっていうかさ。うん。いや、もう何年ぶりだろうね。ヒロキと、選手、立場じゃないけど、まあ、コーチと選手としてね、うん、久しぶりに同じピッチの上に立ったけど、本当に、率直に言って、本当に人間的にも、プレイヤーとしても成長したなっていうのは、率直な感想で。本当に、うん、トレーニングだったり、ゲームに取り組む姿勢だったりっていうのはね、本当に素晴らしいものを今でも持ってるんで、ね、今シーズンもね、非常に期待している選手の一人ですよ。うん、大人になりました、ね。よしと、はい。何この菅ちゃんのクソ真面目みたいな、この。いやいやいや。めちゃくちゃ真面目です、ね。何これ。最初大事でしょ。最初大事でしょ。いやいや、求めてない。いらないですよね。うん、ゆるいやつ。そう、ゆるいやつだから。いらんし。だって、川野入ってきたとき、俺、あんまり絡んでないんだよな。はい。そんなに喋ってなかったですね。そう、喋っても来ないし。めちゃくちゃ怖かった。喋れないですよ。福さん、喋れないですよ。いや。いやいや。でも、エフトのときに、お風呂か。風呂か。お風呂、たまに2人とか。入った時にたまに福さん入ってて、やべえみたいな感じでした。やべえ2人だ。でも試合中とかもヨシトもいろいろあったもんな。ありましたね、最初の時の。福さんはマジ怖かったですね。怖い怖い。いやでもさ、じゃヨシトはじゃあマコとかヒデジとか、はい、スーツキレとね、はいはい、で田中誠とかもいっぱいディフェンスとかもさ、言い合いしたじゃない、服部さんもそうだけど、はい、あの時どんな気持ちで言ってた、あれ。いや、もう勢いっすよ。心の中はやばいやばいって思ってるんですけど、ああ若いし、もうそのままもう行ってやれっていう感じでした。でもあれ退場したのって1年目か。そうです
そうっす、18歳です。そうだよな。あれ、もう生きてるから、ちょっと、どんどん試合中に、あのマコとかがちょっとイライラし始めてきたから、リリースとか。そうですよね。ね、それちょっとやばいぞと思って。めちゃくちゃ怖かった。ただ俺とかはもう怖がられてるっていうか、怖がらせるようにしてるから、別にこう俺には突っかけてこないけど、よしとは文句は言うけどさ、仕掛けては来なかったじゃん。だけど、マコとかヒデジにやっぱりこう当たる機会が多いからだろうな。そうですね。そう、結構やってて、奴らからこう、おいっていうのが出始めたから、ちょっとやべえぞっていうのがあって。で、結局退場してさ、俺らが挟みに行ったじゃん、お前らを。そうそうですね、そうですね。そう、あれビビっただろう。やばい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 。やばいって思いましょう。ああいう人数圧力っていうのを結構ね、ブラジル人から教わって。そうですか。そう、だから行くときには行けっていう、抗議するならみんなで行けとか、野球の乱闘みたいなもんだよ。みんなで行け、レフリーもそうだしっていうのもあって、もうよしとやってるぞって言って。あの時は、あの時やばいっすから。そう、あの時は俺もさ、よしとって、あ、もう出てきてうまいとかっていうのはしてたけど、どういう性格かとか、どういうのか分かんなかったから。そうですね。で、おこういうのか。俺は好きなタイプだから、そういう。だから、河野だって来た時好きだったし、でもなかなか絡んでこねえしなっていうね。いや、緊張しましたね。でもやっぱりプレーとかは、プレーもそうだし、一流だしさ、みんな若いのに。で、その生きてる感って捨てるべきじゃないと思ってたから。生きていくためにはね。だからそういうのを、まあ、うまく抑えつつやっていこうっていうか、やらせようっていうか、ジュビロの人たちもみんなやっぱ言うから、そういうのは好きだから、個性が多いや人ばかりやから、だからみんな可愛がってくれるやん。間違いないです。ね、そういうのはすごいいいなと思って。逆にすがちゃんはずっと後ろから見てるよね、そういう時って。ベルディの時もそうだけど。あの時の2008年、2008年すごかったもんね、メンバーね。だメンバーすごかったじゃん。で、めちゃくちゃ言うじゃん、うるせえじゃん。うん、ね。で、ブラジル人とかにも、俺らとかも文句言ったりするけど、スガちゃんはうまく通訳しつつ、なんか中立地にいるやん。わかったですね。あいつらのご機嫌を伺いながら、チームがこう、潤滑だね、俺はね。確かに。でも、俺らに言う前に、菅ちゃんにまず言ってたもんな。あいつらに言っとけみたいな。そうだな。言ってましたね。すみません。言ってくださいって。何回飲み込んだか。そう。マジ喧嘩になりそうだったもんな。でも、ブラジル人やっぱ、感情的になるけど、その時だけだから。グラウンド離れたらね、全く関係ないし、やっぱそういう意味では、勝つためにっていうね、共通の思いがあるからね、ドゥンガとかもそうでしょ、福ちゃん。そうだね、やっぱその時はうるさいし、サッカーの時に関したら、やっぱもうめちゃくちゃ熱いから、で、めっちゃ人をバカにするっていうか、すごい罵ったりするけど、すぐフォロー来るっていうか。終わってからもそうだし、次の日なんかもう忘れてるかのような、そういうのは確かにブラジル人って感じだから、俺も結構だから言ったよね、あの当時も。あ、そう、結構言ってたよ。復帰とかすごかったもんね。ディエゴとかも、でもあれじゃん、あいつら3人組にならないと全然うるさくねえじゃん。そうなの、一人だな、一人だと結構真面目にやんだよ。はい、おとなしかったっすね。そして、なんか2人とか3人になると、おい、なんだよ、ボールくれねえのかよみたいな言い始めた。お前、一人の時みたいにちゃんとやれやって言って。試合中、ずっと、とりあえずボール取って俺に出せって、ディエゴはずっと90分間言ってるから。すごいよ。
でもそれでちゃんとボールを収めて仕事するからすごいよね、やっぱね。うん、まあ確かにね、うん。本当にそれはすごいな。え、でも今日、あれ今日、ヨシトとあれ、練習？はい。川野。はい。でも、まあいつも一緒にいるけど、プライベートも一緒、いつも。結構一緒にいますよ。結構一緒にいます。何すんの？飯食いに行ったりか。ご飯食べたり。うん。家行ったり。俺の家来たり。してましたね。うん、吉野さんが来たりしてます。でも本当に、はい、本当に仲いいんだな。エフトの時も、はい、エフトの時は、はい、まあ、ね、ちょっと半年か。家が遠かったんで。ああ、そっかそっかそっか。たまにヒロキの家に寄って、あ、うん、ご飯食べてとかありました。そっか。だから、その頃から、あれ川野は吉野に、結構強くなったの？タメ口聞くじゃないけどさ。タメ口ですね、大体。え、その時は今日はどうしようかなって思ってます。みんな見てるぞ。みんな見てるから。敬語でしょ。礼儀正しく。敬語でしょ。ね、はい、イメージを。確かにな。もうでもこうなったらやんちゃなやつらばっかりいるなと思って俺も見てたんだけど。これね、コメント紹介するな。はい、やんちゃな4人が揃いましたねとか。俺全然だから。そう、でも菅井ちゃん、あの裏でやってんの知っていくからちゃんと。みんなだから、みんな知ってんだよ。表にだってはやらないけど裏でちゃんと言ってるじゃん。どれだけこぼれ球が大事かってね。そう、でもある意味フッキーがめちゃくちゃ言ってる時にさ、菅井ちゃんが後で行ってレフリーに説明してんのは俺ちゃんと見てるから、ね、こういうこと言ってましたよとかな、ちゃんと言ってるのはちゃんと見てるから、その辺は面白いよね。あとベルディで言うとヨシトの T シャツとさ、はい、これみんな T シャツあれでしょ、ベルディの練習着か、かの、あ、ヒロキの、ね、練習着で、僕のが練習着です。俺のがあれです、チャリティーの、ああ、最近のね、チャリティ。はい、最近です。うんうん。チャリティのね。菅ちゃんの、菅ちゃんの全然見えないんだけど。あ、これだから背中には何もないの？こうワンポイント。ワンポイント。もういいね。かっこいいですね、でも。そう、最初気づかなくて。かっこいい。あれ、みんなベルディかって言ってこう。ちょっとマーク、菅ちゃんのマーク見たときに。俺も鳥のなんか動き出んのかなと思いました。ベルディだ。新しいマーク。まだ在庫あるみたい。え？まだ在庫が。在庫あるんですね。売ろうとしてる。おお。あとはコメントでいくと、川野選手のドリブルはほぼナンバーワン。ほぼ。なんでほぼやねん。ほぼは消しましょう。でも、川野、今さ、俺、F との時もずっと見てたんだけど、はい。強引なドリブルって、こう、減らしてきてるな。はい。減りました、ね。それは何で？ FC 東京行って、うん。まあ、最初の監督とかは、うんうん、あんまりドリブルを好まないというか、あで、まあみんなツータッチの中で僕ボール持っちゃうんで、うん、あ、みんなフリータッチの時に僕だけツータッチとかでやらされたりとかもあったんで、おそっからちょっと試合に出たいんで考えながらっていうか、うんうん、まあ、うん、ベルディいた時は結構自由に自分の好き勝手に、うん、まあ先輩の人にも やらせてもらってたんで、うん、まあ移籍してみて違うチームに行ってそういうのをちょっと覚えたらちょっとプレースタイルが変わりましたね。そうだよね、変わったなと思って、はい、まあその時ぐらいから大人になったなっていう感じは俺は見たんだけど、はい、なそういうの見てると、まあ、予算も消えましたね。いやでもゴール前のさ、ベルディとかではゴール前のペナルティエリア近くになったら強引にもするじゃん。はい、そう、ああいうのが良さだから、はい、そういうのよしと言ってちゃんと言ってやってんのか、ちゃんと。いや、言ってないっす。
あんまりあのアドバイスとかはくれないですよね、この人は。僕にはヒントはヒントヒントヒントはもうくれないの。え、もう言うことないですから。なんで。いや、うまいし欲しいんですけどね。ですぐ俺にボール預けてくれるんですよ。そう、じゃあ、それがさ、じゃあ、そうなんだけど、それがなんかディフェンスにとっちゃバレてねっていうか、めっちゃ素直な、そう、素直な時がいっぱいあるじゃん。はい。そういう時こそやんちゃを出さないと。はい。ね、よしとおとりに使っちゃえばいいんだよ。出してもらいましょう。そう。そんで、よしとに出しつつ、嘘つくじゃないけど、よしとおとりにしといて、後で行くからとか、後で渡すからって言っときゃさ、うん、そうですね。間違いない。そう、間違いないから。うん。うん、じゃあ、ちょっとおとりで使います。そう、これからね。いや、おとりで。見てる人は、こう、今度おとりに使ったら、ああ、なるほどねって。その方がやっぱ良さ出んじゃね。うん。はい。そうですね。もう一回、ちょっと、アンクライに戻りたいなっていうのもあるんで、プレイスタイル的にも、ここに帰ってきて、フェルディにやっぱ戻ってきて。うん。で、ヨシトさん、ボール、触って、いっぱい触ってるときは、ワンツー返してくれるんですけど、うん、自分があんまり触ってないときは、そのままターンして強引に打つんで。確かに。はい。だからもう本当、返してほしいですね。そう。だから。だから最初のとこ出すな、もう。いけ。はい。ありがとうございます。の方がよしと楽だもんな。だってディフェンスすごい。まあゴリゴリ言ってくれてさ、はい、ゴール前でいいとこ行けばいいから、はい、そう、じゃあ最後だけ出しますね。そう、最後だけとか、いや、もうある意味俺出さんでもいいと思ってるけどね。で、キーパー弾いたら俺が詰めるから。あ、そう、勝手に詰めていくから。わ、はい、かりました。その方が、なんか、強引に行きます。そう、ヨシトはその方が楽やね、うん。うん、めっちゃ楽っす。うん。で、ディフェンスはヨシトを止めなきゃっつって、もう意識しまくってるから、う、ね、うん。はい、ある意味で言うと、お前たちが崩した方が俺はいいかなと思うけど。間違いない。そう。持ち味、そうします。持ち味消えるやん。はい。だって、ね、なんか、菅がちゃんとさ、コーチ、菅さん。そう。サポートしてあげてよ。痛いね、この二人の絡み。エリアの中で。そう、絶対ディフェンスやったら嫌やん、この二人。うん、いいよね、しかも今なんて VAR あるから。そうですね。うん、絶対嫌やん、こんなちょっと引っかかったら、カノなんかこけるし。はい。うん。ヨシトなんてな、めちゃめちゃ強引に来るし。うん。強引に来たら絶対手とかに当たっちゃうじゃない。そうですね。うん、あれディフェンスで手を下げてるとかって、めちゃくちゃやりづらいわけ。ああ。うん、俺はだから手癖悪いっていうかさ、手でいろんなこう人をこう、うん、触ったりするけど、うん、そういうことをすると、手に当たる可能性増えてるじゃん、今は。あ、違うね。そう、だから、そう、ね、そう、逆に俺はディフェンスからしたら、カーノみたいなドリブルで強引に来られた方が、できなくなると思うよ。うんうん。うん、もうそういうの使ってった方がいいって。はい。ありがとうございます。ディフェンダーからしたら一番嫌なタイプの2人だよね。そう。うん、ただ素直やね、なんか知らんけど今。ああ。そうですね。今素直っすね。素直だろ？素直ってことはディフェンスもやっぱ読みやすいから。そうですね。はい。ああ。吉田なんかうまくこれ使い勝手がいい選手だから。うん、全部使ってよ。なあ、最後だけいいとこくれりゃ、喜んでるな。それで OK です。はい。じゃあ最後まで運びます。めちゃくちゃ待っててください。待ってくれ。はい。その大人になったっていうのは、よしとどのくらいの時期に大人になった？いや、どうすかね。どうだろうな。俺も大人になったって、いつの間にか大人になってんだけどさ。まあ、どうすかね。いや、行くときは行くんすけどね。昔みたいにやっぱ行く、なんか、退場、バカみたいに退場してる、うん、うん。みたいにやっぱ行けなくなったのが、うん。20、
でも7、8ぐらいじゃないですか。そう、まあでも俺もそのぐらいかもな。まああとは代表に絡み始めたとか。そうですね。そうだな。行くときは行くんですけど。いや、行くときは行くのはいいんだけどさ、なんか周りの人がなんだろう、こう追随してくんねえじゃん。ああ、そうですね。そうですね。それ見てると、ああ、かわいそうやなって思うときもある。まあ今はそうですね。昔の人はすごかったですもんね。そう、すごくて、一人が行ったら、そうそう、一人が行ったら、俺もっていうのが多くあったし、逆に他の人がやったら、俺見ろっていうか、後押ししてたし。そうですね。そういうのがなんかね、おとなしい人たちが増えたよなと思って。間違いないです。でも、ガーノはだって、もう 30?か30になりました、この前。なあ、30やで、はい、信じらんないですね。いや、信じらんないよ。俺も信じらんないけどさ。でも、その27、8とかっていう時って、なんかあったの、いろいろっていうか、その大人に なろうっていうきっかけみたいな。ですね。なあ、ある？なんかあった？まあ、守備とか、をちょっと覚えたのが、まあ遅かったんで、FC 東京行って、まあチームのためにっていうか、前のポジションの選手も守備をやるっていう部分もすごい大事っていうことも、そういうのも覚えてきて、で、チーム全体を考えるようになったっていうのが、まあそのくらいの年だったんで、それまでは割と結構自分が良ければいいっていう、試合ないよっていうか、チームの結果っていう、のももちろんそれは価値がいいですけど、うん、自分のプレーがどうだったかっていうのを結構映像とか見てもそうですし、結構気にしてたっていうか、そこで満足したっていうのもあったんで、だからそこら辺からちょっとチームのことを考えたのは、まあ25とかやっと考えるようになったのかなって思って、はい、守備も前からしたらまあ、チームのためになるっていうのは、そうですね、それまでは割と自由に、ちょっとやりすぎてたなっていうのはあるんで。いや、まあ、自由にやりすぎてたのを知ってるのは、やっぱり大久保君じゃないの？なあ、ヨシトはどの辺からこう変わり始めた？その27、8は大人って言ってたけど、はい、どういう感じで変わったの？いや、なんすかね。いや、子供かもしれないです、俺。子供ができて、学校とか言われるじゃないですか。そういうのはちょっと気にしだしたような気がしますね。ああ、わからんでもないな、確かに。ちょっと、すがちゃんすげえ微笑んでんだけどさ。俺は忘れないけど、すがちゃんの最速退場記録を、いまだに抜かれてないやろ、あれ。今、自分でね、それ切り込もうと思ったんだけどね、言ってくれてありがとう。それはその辺はちゃんと知ってるよ、俺も。だいぶ前に、ヨシトの一発退場の赤いの話の時に、そこで入っていこうかなと思ったんだけど。恥ずかしい記録しか残せなかったで男ですよ、俺は。あの時ってどんな気持ちなん？あれはね、恥ずかしいよ、だって。恥ずかしいよ。初めての。大黒がキックオフで、とんでもない速いパス出してきたのね。この速さ俺じゃねえなと思って、後ろにカンペがいると思って、スルーしたら誰もいなくて。で、ドイちゃん出てきてでしょ。そうそうそう。で、あれ何秒だっけ？あれ9秒。9秒でしょ。すごいよね、9秒で退場で。でもね、でもあの試合勝ってるからね。いや、そうだよね。すごいよね。あの、退場でチームがまとまったんですよ。結果論だよね。これで負けてたらお前何してんのやってめちゃくちゃなるやん。そうね、恥ずかしいし、みんな、口がポコンと開いて、
で、若い、多分ね、1年目のね、藤田正人とか、うん、林良平とかが大卒1年目で出てて、で、あの瞬間に俺のとこ寄ってきて、小さい声で、大丈夫です、菅さん、つって。俺らがなんとかしますから、みたいな。大卒1年目に励まされて。ああ。超嫌じゃん。そう、恥ずかしいなと思いながら下向いて、ピッチを去ったの覚えてるよ。あ、じゃあその後どこいた？いや、もう。どこいた？もうシャワー浴びましたよ、すぐ。汗かいて。え、それ。汗。え？汗かいてない。で、次の日もがっつり練習。だから出てない扱いやろ。そう。でも、これ初めての退場じゃないでしょ。いやいや、そうだね。退場は何度かあるけど、ね、あんな恥ずかしい記録を引退する前に残すとはね。いつかギネス申請してね、思い出作りしようかな。そう、もうしてもいいんじゃないの。ベルディですればいいじゃん。もうしていい。チームで。だって、全然絶対そうなるぞ。いないですよね、絶対。いないと思うけどな。あの、アマチュアとかだともしかしたらあるかもしれないけどな。ああ。うん。それは、プロの試合でってなったらとかは分かんないけど。うん、いや、持っといた方がいいよ。笑い話にもできるしさ。手出ちゃったね、あれは。責任感が。いや、わからんでもないけど、あそこスルーしたちょっと気持ちがちょっとよくわかんない。よくわかんない。半平、後ろにいてくれよ、みたいなね。だから変わってるやつばっかりだからな。そうだ。川野退場したことないんだっけ？僕は天皇杯だけ退場したことあるんですけど、うん、もう福さんも吉田さんも菅さんの退場も見てます。うん、見てるか。そうだよね。はい。はい。あの退場、まあ、最後そうそうそう。だからあの時って俺ね、はい、唯一かわかんないけど、俺もほぼほぼ退場してシャワー浴びてんだけど、はい、あの最後の年はやっぱり立ってたな、横で、ずっと。あ、そうですよね。うん、最終戦ですもんね。そう、最終戦で、で、千葉の様子を、千葉がこう、入れ替え戦に行くか行かないかで、千葉が下にいたのね、はい、でま、千葉も負けたら千葉が落ちてたんだよね。すごい試合でしたもんね、あれ。そうそう、で、試合してて、前半のうちからもう申し訳ないなと思いながら立ってて、だから前半は負けてたのに、後半になったら千葉が盛り返して、でそういう情報を聞いたときにもう、そう、で、やべえ、やべえってなって、結局逆転勝ち千葉がしたじゃん。そうですね。ずっとおたせりしてたよ、もう、みんなに。これはでも、まあ、判定のことはあれだけど、退場はないよね、うん、あれね。まあ、それはね、退場はきついなとは思うけど、うん、でも、やっぱ俺のやってきたことが、こう、ね、ちゃんと、よしと、だから気をつけろよ。最後退場っすか？最後退場。最後退場。これも悪くないっすよ、でも。一応有名どころで言うと、俺はいつも言うんだけど、次男か俺かって言ってんの。本当っすね。うん、そのまま引退してんのは。まあ、そのぐらいね、笑い話にしてやろうと思って。ね、でもベルディのサポーターの方にはもう本当申し訳なくて。で、あれからずっと J2 やもんな。そうですね。そうなのよ。だから。PK 外れましたけどね、福さん。あ、そうそうそう、あの時PK外れたから俺も持ってんなって思いましたよ。そうだよ、俺もだから俺ね、引き分けか勝てるって思ったの、はい、時点で僕もいけるなって思いました。そうで、俺がファウルになった PK はジュニーニョがな、あれ外して、よっしゃ、はい、このままやったらいけるやんって思ったら、ずっとあの千葉の情報が入ってくるわけよ。はい。そうで、千葉に勝たれると俺ら勝たなきゃいけないから、うーん、やっべえって言ってすげえ立ってたな、あの時一番長く立ったな。一番長かった。シャワーも浴びずに。毎回っていうか、退場も1回目は確かに緊張したのね、申し訳ないって、うん、確か俺立ってたような、座ってたかな、だったんだけど、やっぱだんだん、申し訳ない思いはあるけど、早く出ていかなきゃとかさ、
違った感情あるやろ。吉田ももう2回目3回目そそくさと出ていくやろ。出て行ってましたね。うん、俺も1回目はねすごいレフリーに、あ、言ってました。そう言ってた、なんでって、いや違うってって言いながら、もう2回目3回目になってくるともう早く出ますわみたいなさそう、申し、いや文句はあるんだけど、うん、うん、そういうのはあるよね。もうあの恥ずかしさはもういいな。でも、あ、なんかね調べてくれてるんだけど、ランキングトップ3、あ、これいろいろあるな。7秒で退場。え、でも1位はマジ2秒って書いてんだけど、本当かなこれ。2秒あ、でもこれアマチュア、アマチュアクラ、アマチュアクラブだから。ああ。うん。いや、でもな、2秒って何やんだよな。な、いきなりピッ、いきなりピーって言って人殴るぐらいしかないやろ。そうですね。それが暴言吐くかだよな、いきなり。あれ、ちなみに9秒っていうのは、レフリーがカードを持って出すところまでが9秒だ。じゃあ笛吹いてるときは多分5分ぐらいじゃないかな。確かにいきなりボールがバーってバックパス、あれバスパスか。そうだよ、ね、蹴ったんだもんな。あれシュートかじゃあ。ん？シュート。あ、バックパスか。バックパスだもんな。シュートじゃない、バックパスだもんな。バックパスでスルーしてドイちゃんと1対1になる、うん、なりかけに倒したんだ。カードを引っ張ったんだのね。だ、俺が引っ張んなければドイちゃんが多分引っ掛けて、ドイちゃんレッドが退場か。そうかそうか。だから結果論だけど良かったってことだよね。そうだね、そうだね。でもこれで後々話題に出た方が絶対いいから。まあね。うん、そう。ちょっとコメント行こうか。ヨシトさんってお母さんそっくりですよね。そっくりですね、うん。お母さんになの？はい。もうめちゃくちゃ。声もこんな声だし。お母さんが？はい。せやん。じゃあ、親父はどんな感じ？親父は、いや、声とかは全然似てないですよ。顔も あんまり似てないと思うんですけどね。もう完全にお母さんです。あ、そう。おかんだ、男らしいんだね。男みたいな感じです。この人知ってんのかな、お母さん。ゆう人の。知ってるの？そうかもしれないですよ。うん。あと、あ、そうだそうだ。かのお前、海外の話あったんじゃん。はい。それは、強引にでも行こうと思わなかったの？そう。それ聞きと、はい、聞きたかったね。強引に、いや、行こうと思いました。もう行くって決まってたんで、うん、ほぼ、うん。うんうんうん。それでもう。あ、でもあれか。でも、チームか。チームがもうダメってなったらもうダメだったんで。うんうん、でも、途中はチームもうちょっといいぞみたいな感じだったんですけど。うんうんうん。レンタルなら。あー、そうだよな。レンタルってチームの状況によるもんな。はい、で、はい、でももうダメだって最後なっちゃって、うんうんうん、行けなかったですね。行きたかったですね。そうだよな、そうタイミングな、はい、だからそれで言うと2人は行ってるから海外に、はい、なんか海外に行ってみて、俺も海外に行ってないからチーム、あー、今ね海外に行っとけばよかったなっていうのは今思ってんの、唯一というか、別にそこまで後悔ってないんだけど、オファーあったの？オファーはね、2002年が終わってからかな。その時に1回だけあったんだけど、まあ、スポンサー付きっていうのとか、いろんな条件は確かにあって。でもチームが、まあ、断ったんだけど、結局でも自分で強引にっていう感じでもなかったから。俺は2002年終わってから2006年のワールドカップに出たかったから。ああ、はいはいはい。そうそう、だから海外に行って試合に出られないんだったら国内にいた方がいいかなっていうのもあって、ちょっと海外やめて、で自分はちょっと今思ったら海外行っとく方が良かったかなと思ってて、思いますね。やっぱ行かなかったら行かなかったで、うん、あの時行ってたらどうなってたのかなっ
とかもちょっとやっぱ考えますよね。そうだ、考える。だからその良さっていうのはさ、でも、川野はまだチャンスはあるからね。はい。俺はベテランって言われる年代になっても行くべきもので得られるものって絶対あると思うから。はい。それをちょっとさ、ヨシトと菅ちゃんにさ、また、菅ちゃんはまたタイプの違う感じの遺跡だとは思うんだけど、ちょっと、菅ちゃんから聞こうかな、俺ちょっと。菅ちゃんにこんな話したことないね。俺は、そう、ブラジルのサントスに行ったんだよ。今のさ、代表選手とか、まあ、一流選手じゃなかったから、まあ、移籍っていうよりも、うん、まあ、向こうのチームでちょっと面倒見てもらったって感じなんだけど、うんうん、なんか向こうのチームのこっちで言ったらサテライトみたいなさ、うんうん、2軍みたいな感じ、そうそう、2軍のリーグ戦があって、うん、まあ、そういうところに出させてもらったり、まあ、トップチームの練習とかも一緒にやらせてもらってたけど、もう22、23年前か。うん。うん。うん。一人でね。一人で行ったの？へぇ。まあまあ、でもその頃から喋れてんだっけ？いえいえ、喋れない喋れない。その頃から喋れてるようになったんか。その時に、うん、もう生きていかなきゃいけないから、うん、必死で歌を覚えたね。あと、毎日、質問攻めだね。ああ、その向こうの言葉ではポルトガル語で質問ばっかりってこと？選手と毎日会うでしょ。うん。質問攻めしたり、真似して使ったり、うん、もうその繰り返しだよね。え、歌って何なの？向こうの歌？そうそう。こっちの上を向いて歩こうみたいな。じゃあ向こうのポピュラーな、うん、みんなが聴くような歌の CD を買って、うん、当時、まだ CD のこのほら、歌詞カードみたいに入ってるじゃん。それを見ながら歌を覚えるわけよ。うんうんうん、それを練習場に行って歌ったりとかするわけよ。そうすると日本人が歌ってるなんつってバカにされるんだけど、うん、まあそんなことやりながら日常会話の中からいろいろこう、うん、耳が慣れてきて喋れるようになってって感じだよね。え、だってその歌って意味わからず歌ってるわけじゃん。そうそうそう、文字はあるから。サンバ的なの？そう、あのね、パゴッジって言うんだけど。どんな感じ？うん。こう、リズム的にサンバでババ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 みたいなこうサンバあるじゃない。いやね、意外とね、それじゃなくてね、バラード系もあるし、もう独特のリズムもいっぱいあるし、そういう何、俺に歌えって言ってんのよ、それ。いや、なんか、パッと出るならさ、と思っただけで別に大丈夫よ。まあ、でもその頃からじゃあもうポルトガルがもう、その余裕で話せるというか、ようになるの、その1年。うん、そうで、余裕に話せるわけじゃないけど、まあ、片言っていうか日常会話できるぐらいだね、うん、今でもね、いっぱい忘れちゃったし。忘れるんだ。でも、うん、そのヨシトとかその今言ってる人たちのとは全然違うけども、その外に出てやっぱ外を経験することと外から日本見たっていうのは今でも、まあ、大きな財産かな、言葉だけじゃなくて。うーん、その財産ってその なんだろう、例えばさ、外から見た日本が、そうそう、どういう目が見られてるとか、日本人のその足りないとこも見れたし、良さも分かったし、うんうん、ブラジルに住まなきゃ分からないブラジルの国の良さ、うん、文化、もちろんね、イライラすることもたくさんあるし、でも、うんうん、そういうものを知れただけでやっぱりこう世界観が広がるし、うんうんうん、で海外に一人で行ってそこでやっぱり生きていかないといけないっていう大変さとか、ストレスとか、プレッシャーとか、いろんな、まあ、よしと多分ね、そういうの分かってると思うけど、そういうのを自分なりに短期間で味わえたことっていうのは、その以降のサッカー人生だったりとか、まあ、こう指導者になったとなっても、それを生かされてるんじゃないかなっていうのは思うよね。まあ、それがじゃあ考え方もやっぱ変わってきたの？変わった。変わったね。考え方も変わったし、うん、いろいろ見る目変わったね、やっぱね。
それは育成も含めて。うん、そうだね。やっぱり当時ね、その2軍の試合練習とか出てるけども、うん、一緒にやってるやつらはもう遠い田舎から出てきてスタジアムの中に住み込みで、うん、俺プロになりますって毎日切磋琢磨、でもほぼプロになれないわけや、うんうん、で週末休みだっつってお前何してんのなんて、もいや俺金ないから家帰れないからここら辺でフラフラしてるみたいな、そんなやつらがうじゃうじゃいる、うんうん、ハングリー精神ってそういうとこから出てくるわけじゃん、うん、日本はやっぱりね恵まれてる、ね、これ文化の違いもあるしあれなんだけども、うんうん、そういうところでやっぱり揉まれてそっからこう出てくるやつやっていうのがたくさんいる。ブラジルにはやっぱ、うん、なかなか追いつかないんだろうなっていう20年前にそう思うよね、思ったね、やっぱね、うん、そうだね。なんか俺もいろいろねワールドカップとかオリンピックとかさ、ここコンフェでもそうだけど結構何年も行って、逆にブラジルもちょっと裕福になってる人増えたじゃん。そうだね。そう、ほんでサッカー選手も増えたから育成がちょっとそういうハングリー精神が減ってんじゃねえかっていう声も聞いて、うん、そうだからやっぱりこう世界に追いつかれてるっていうのもあるんじゃないかっていうね、説っていうか、それはもう分かんないけど、結構もう昔から言うそのストリートサッカーが当たり前だったのがみんな靴履いてたりとかっていうのもやっぱ増えたりとか、サッカー場がねあるっていうのが多かったりとかっていうのは聞いたよ。そういう文化もあんだなとか思いながら、恵まれてんだろうね多分ね今ね、恵まれてきたんじゃないかな、うん、そので、ヨシトは結構いい、はい、いいところに行ってるやん。はい。どういや、マジルカとはもう本当にリゾート地で、そうね、めちゃくちゃ良かったですね。あ、マジルカと行けって、俺も遊びに行くなら行けってみんなに言われるぐらい。マジで行った方がいいっすよ。マジで。うん、やばいっす。海外行ってよかったっていうのはそれね。あ、もうそれは本当にいやめちゃくちゃ良かったですね。うん、サッカー的にはサッカー的にはちょっと、まあ、マジュルカはあんまり強くなかったんで、うん、でもサッカーやっぱ言葉が分かんなくて、うん、ちょっと苦労しましたね、うん、でもあの家庭教師もつけてたし、うん、学校にも行ってたんですけど、うん、サッカー用語はちょっとあまりにも分からなさすぎて。でもスペイン語やろ。はい。じゃあポルトガル語はある程度こう慣れてはいたじゃん、 J リーグで。でも あそうですね。でもやっぱちょっと違った。違いましたね。へえ。でもまあブラジル人とはずっと一緒の部屋になってたんですよ、2人部屋で、うんうんうん、でそれもそれもあのフェリペ・メロとか。おー、すごいじゃん。メロットはずっと一緒の部屋で。うん、もう代表だもんな、メロだって。ああ、そうっす。じゃああれ、ヘリペ、え、その時ってマジョルカって結構その代表クラスっていうのはいっぱいいたの？その各国。もう、みんな代表でした。あの、他の国の。でも弱かったんですよね。なあ、俺もそんな、そんな強いイメージがなくて。みんなだからその、街の良さにちょっと気合が抜けんのかな？かもしれないですね。やっぱ結構飲み行ってるからみんな。うんうん。まあ、そういうのもあるんじゃないですかね。あ、だボルフスブルクはドイツまた違った。ドイツは、うん、もう半年だけやったんですけど。うん。あ、なんかちょっとやっぱ日本に似てますね。真面目で。うんうんうん。この飲み行くとかもそんなのなかったし。勤勉だもんねドイツ人。はい。もう言われたことを陰で文句言いながらやるっていう、うん、もうそんな感じでした。でもそしたら外に出て なんだろう、自分の中で良かったことっていうのは何がある？いや、なんかやっぱプレースタイルで俺も結構ガンガンこう、うん、ドリブルで、うん、無理だろうって思うとこ行ったりとかしてたのを、うん、やっぱり海外行ってこれ無理だと思って、うんうんうん、ちょっとプレースタイルが帰った時に変わりましたね。やっぱ人のために動くとか、もうそんなの俺関係ないと思ってたから。でもドイツも意外とさ、はい、1対1はお前ら任せるよっていう感覚じゃん。あ、そんな感じですね。でも、はい。ヨシトは何、みんなのためにやろうっ
ていうふうに思えたの？いや、なんか、ボルスブルグは、前にジェコ。うん。ジェコとグラフィッチっていうブラジル人のツートップを置いてたんですよ。すごい。それで、俺がトップ下に入るんですけど、うん、バンバン蹴るんですよ、その二人に。うん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 。だから、ちょっと難しかったですね。ドリブルとかも、はい、そういうチャンスもなかったし。ああ、自分を出す場面も少なかったっていうのもあるのか。めちゃくちゃ少なかったです。まあでも海外に行ったことで、じゃあ何、自分のプレースタイルを気づけたっていうか。そうっす。気づけたかなって、うん。あのまま行ってたら多分怪我もしてたし、うん、多分終わってたんじゃないかなって思いますね。じゃあ日本のサッカーをどう見た？見えたっていうか、その考え方は変わった？ちょっと、なんだろう。スペインとかは行かないときは行かないで回して、うんうんうん、スイッチが入ったらみんなでこう、厚みを持っていくっていう感じなんですけど、うん、日本は全部こう、行ったり来たりじゃないですか。うんうんうん、もう、きついし、なんかこう、なんすかね、難しいなって感じましたね。自分のそのやり方的に難しいってこと？はい。もうなんかみんなの良さがこう出てないんじゃないかなって。一人一人。タイプも違うし。ああ、だから切り替えが早いやつが生きれるじゃないけど。はいはい、そうそう。生きてくるだろうなっていうとか、はい。はい。でもまたサッカーも変わってきてるからね。そうですね。ドイツともちろんそうだし。です。ドイツだって全然ちゃうしな。違いますね。うん、で日本もまあ変わってきてるし、世界がもうその切り替えのサッカーになってるわけだから。そうですね。うん。俺はまあ日本が有利っていうか、でも戦えるところはあんじゃねえかって思ってる。まあまあ。前よりかはいいかもしれないですね。うん。それワールドカップ出てさ。はい。気づいたことってある？じゃあ。テストが。ああ。いや、やっぱりこうワールドカップでやっぱ強いチームばっかりじゃないですか。うん。やっぱこの、その強いチームと同じことをやったら絶対勝てないんで。うんうん。やっぱ自分の日本人の良さ、その俊敏性だったり、切り替えの速さだったりっていうのを活かせば、うんうん、まあ戦えるんじゃないかなって。個人個人としても。うん。それは思いましたね。けど、日本代表は、やっぱボールをつないでっていうふうに同じことをやったんで、うんうん。難しいですよね。まあ特に2014年はな。そうですね。そういうことか。確かにな。でも日本の中でも、どうだろう。サッカー、これって、菅ちゃん育成も見てるじゃない？うん。育成の中で、まあ川野も育成、下部組織のね、出身で、育成の中でなんか、身につけておいた方がええんちゃうっていうものがあるかどうかっていうかさ、今、俺もよくこう、いろんな人とか聞いたときに、やっぱ戦術を教えるべきか教えないべきかっていうか、この小学生というか育成の段階で。で、いろんな選択肢があって、その中から選んでいくっていう方の戦術をもう、今テクニックってなってるじゃない、技術とか。だけど、大人になったら今度、その戦術の中で生きれる引き出しがないっていうか。うん、っていうのも言われてて。うん、そういうのって、育成どう思う？どうなんだろうね。いろんな、まあ、ね、サッカーに対する考え方あるから、まあ、一概には言えないけど、まあ、子供の頃だったら、単純に言えばゴール奪って、ゴールを守るっていうのを、まあ、原点から始まって、で、戦術はね、そのチームだったり監督だったり、うんうん、いろんな考え方のもとで多分戦術って生まれてくるから、もちろんプロになったらね、分析があって相手ありきの戦術だったりとか、いろいろ出てくるから、そこには多分大人になっていけばね、順応していけるだろうし、逆に順応していけなかったら生き残れないようなサッカーになってきてるし、あ、確かにね。だから難しいよね。子供の頃から戦術だけやって、うん、一番大事なゴールデンエイジでね、その個のストロングを失うよりは、
ある程度自由に良さを伸ばしていくっていうのも大事にしていった方がいいんじゃないかなっていうのは思うけどね。うんうんうん。あの今の状況とかも見るじゃん、下部組織で。はい。ね、ヴェルディの下部組織が強えってこうずっと言われてきててさ。はい。どう思う？今、逆に、カーノがトップチームに いるわけじゃん、今。で、下のやつらを見て、はい、見てて、どう思うの？そうですね。まあ、まあ今、あんまりそこまでめちゃくちゃ強いっていう感じじゃないみたいなんですけど、うん、なんか、昔、僕らとかの時と上がってくるトップに今上がってくる選手たちはちょっとタイプが違うかなっていうのはちょっと感じますね。めちゃくちゃうめえよな今のやつらな。うまいですね。うまくてやっぱ頭も使ってるっていう感じですけど、ちょっとまあ僕らとはちょっと違う、あの頃上がってた子たちとはちょっと違うような、こう激しかったり、自分でもう強引にとかこの力だっていう感じの選手がちょっと少ないのかなって、結構周り、まあ本当もちろん足元はもう抜群にうまいんですけど、だけどやっぱちょっと今はちょっとそういうタイプが、っていうのはちょっと少なくなったかなと思いますね。でもベテランの域に、まあ、川野も入ってきてるし、吉野がめちゃくちゃベテランなわけで、はい、そう、若手のやつに、まあ、バーンと言うというか、アドバイスする機会っていうのは意識してんの？ああ、俺してますね。あ、そう。バーンって言いますけど、まあ、フォローも終わった後入れて、とかはやりますね。もう最初、俺が練習場行った時に、吉人が、いや、まだ慣れてないんでって言ってたじゃん。はいはいはい。若い奴らが多すぎてちょっとっていうのはもう、はい、もう大丈夫、大丈夫。もう大丈夫っす。さすがに。もう全然言います。ああ、そう、はい言ってやった方が俺はいいと思うで。あのどうする？もう、吉人みたいに経験あるし。持ってます。逆にだから、川野に言わないのはもう、いい加減気づけよってことだろ？いや、なんすかね、まあ、言うことないですよ、マジで。いや、言ってほしいんですよ、福さん。言ってください。お前がどう聞けばいいじゃん。もうどうこんな時どうすんすかとかさ。いや、やっぱ、こんなに一緒にいるのに、やっぱ海外の話とかもしてくれないし、こう、ためになる話を僕にくれないんですよ、この人は。だから、ちょっともっと。ちょっと欲しいですね、僕も。後輩なんで。そうそう、だから、吉田さん、こういう時、どんな気持ちでサッカーするんですかとかさ。はい。まあ逆に言うと、今の現状で言うとね、じゃあ、今コロナでさ、なかなか練習できないから、はい、いろんな人の考えて、モチベーションの違いが出てくるわけじゃん、今、特に。で、吉田は、どうしてんのかとかさ、どういう考えでいるのかっていうのを、まあ、逆に今聞いてやろうか、じゃあ俺が。どうやってモチベーション保ってんのかとか。いや、モチベーションないっす。だから俺これ相当きついと思うよ。一回伸びてまでさ、一回伸びるまではまあここって言った時にさ、一応目標もあるし、じゃあこう、体力が落ちてきたら、こうやってなったらのの伸ばせるよねみたいなのあるけどさ、もう落ちたまま次こう延長されたから、上げる必要なくなるじゃん。そうなんですよね。うん。本当に。きついよな。きついっす。なんすかね。いや、もう、いいやと思う。太りやすいんですけど。うん。もう、最初はちょっと頑張ってトレーニングしてとか、やってたんですけど、もう伸びるから、うん。もういいやと思って、もう食いたい、食べて、うん。飲んで、うん。ほとんど太ってやろうと思って。たんすよ。うんうんうん、途中だろそれ。はい。けどやっぱりもう大会するんじゃないかってなった時に、うん、こう動き出したのはそのダイエット、まず、はい、そこをモチベーションに
頑張ってましたね。まあ今もまあそうなんですけど。なんかカーナ、そう、お前え、カーナどういう今気持ちでモチベーション保ってんの？僕ですか。うん、僕はまあ一回延長した時はちょっとやっぱ、うん、だらっていうか、うんうん、しちゃったんですけど。うん、まあ、ちょっと吉田さんも今ダラダラしてるんで、ちょっと毎日ちょっと体重聞いて、うん、そうだね、今何いくつですか、はい、チェックし合ってます。はい、やばいよっていうのを言い合って、うん、ちょっとそこだけはちょっと刺激し合って、うん、なんとか体重で2人ででも見た感じ2人とも太ってる感じないんだけど。僕は痩せてきました。ちょっとあ、痩せてきてんのか。今頑張ってます。俺も。いや、違うよ。いや、違うよ。そうでしょ？家帰って測ったらやっぱり、痩せた。あ、俺も痩せてた。うん。それは何？動き始めたからやろ？そうっす。あ、そう。今ヨシトで。え？ちょっと待って、ヨシトでいくつぐらい？俺で、うん、今は、運動前っすか？じゃあ、どっちでも、今。いや、大幅に変わってくるんですよ。あ、そうか。バレたらいけないのもあるからな。いや、運動前は、うん、マジ今 73. 点お、今日の朝が4。73.4 でした。おで運動後は、うん、71.9 でした。そんなに変わる？俺めちゃくちゃ痩せやすいんですよ。痩せやすいっていうか水分ちゃうんだ。まあめちゃくちゃ着込んで、うん、まあやってるんですけど。そうだよな。あ、でもすごい、もうすぐ痩せますよ俺。すごい。え、カーノは今いくつ？今は今日測ったら67.8 で、練習後は 66.9。 おー、すごい、すごいいい感じ。うん、確かに、いい感じ。うん、聞いてる限りでは、いい感じだな。うん、いいコンディションだなと思う。はい。今、俺のが絶対いいっす。うん、絶対いい。ただ一流は合わせてくるからな、よしとな。そうなんですよ。え、そうだ、ギリですごいですよ。マジで。すごいですよ。マジで俺、うまいと思います。本出せるぐらい、うん、ダイエットはすごいと思います。でもストイックさで言うと菅ちゃん一番ストイックだからね。すごいですね。すごいですね。こん中で言うとやっぱ菅ちゃん一番じゃない。だって選手の時もめちゃくちゃちゃんとしてたもんな。そうだね。今でもやっぱ夜は炭水化物抜いて。うん。今も。嘘だけど。嘘だけど。嘘だけど。うん。選手の時はすごかったね。すごかったですね。豚肉の油、牛肉の油とかさ。そう、外してたじゃん。砂糖とかチョコレートとか、うん、そんなのも一切食べてないもんね。バキバキ、よしバキバキだったよ。マジっすか？すごかった、すごかったっすね。バキバキ。福さんもすごかったけど、福さんもすごかったっすよね。福はもう、福はナチュラルでいい体だからいいけどさ。準備がすごかった、福さん。俺は、太りやすくないっていうか、太りにくいから、まだいいんだけど、うん、体重計は毎回乗って、朝乗って、で練習すると、俺はもう1キロとかしか痩せないから、あ、練習中でも俺は水分取っちゃうから、だから試合中でも毎回飲んでるじゃん。うん、そう、だからあんまり痩せなくて。で、逆に言うと、まあ、ストイック、今70、え、菅ちゃんで、ね、今何もな、60。今ね、67とかじゃない ?7 か。すごくね。いや、筋肉がなくなるから、ひろき。あ、そうそう、俺も筋肉なくなったよ。70、今ね、76。俺、現役の時も67だったから、今と同じぐらい。そう、で、筋肉なくなって、贅肉ついたって感じ。でも、それぐらいいいっすね。そうだ、ほどよいよ、俺はほどよい。いいっすね。俺やめたら絶対85、90キロは絶対いきますよ。ああ。顔が太る気がするな。はい、俺やばいっす。でも、ダイエットって何意識するの？ダイエットは。するときって。
いや、炭水化物。うん。取らないわけにいかないじゃん。はい。もう抜いて、いや、でも、マジでキャンプの時とかは、マジで、あれです。食べないです。キャンプ。野菜と味噌汁で、でもめちゃくちゃ夜腹減るんですよ。で、ヒロキと夜食にパンがあるんですよ。めちゃくちゃ美味しそうな。あで、ヒロキ、ちょっと見に行こうって。見るだけですよね。見るだけ。ちょんって触って、触るんですよ。で、帰ります。部屋に。ああ、じゃあ、触ることで自分を落ち着けてるの。そうそうです。その辺はちゃんとストイックだな。俺、はい、食っちゃうもんね、普通の人やったら。普通の人は絶対食うですね。ああ、で、逆に太るじゃんっていうね。はい。そうなんですよ。でも絶対やんないです。もう、食事を抜いて、うん、厚着して、汗を出すっていう。じゃあ汗出しての、はい、ちょっと炭水化物減らしての、はい、体締めに行くって感じ？そうっす。なるほどね。ちょっと大変だよな。もうやばいです。もうきついんですよね。そうだよね。倒れそうになりますもんね。そうだよね。まあでも俺は心配してるのはみんなのモチベーションだと思うし、はい、菅ちゃんはそれをコントロールしなきゃいけないと思うんだけど、もう、どういうふうに、だって今は練習、みんながこう練習でき始めてるじゃん、地域によっては。うん、でも、ヴェルディは今、何人かずつだっけ、今。はい。グループっす。そうだね、グループから。じゃあ、そっから、まあ、どう、グループするだけでも、やっぱり、モチベーション的には上がるやろ。いや、グラウンド行くだけで全然違います。はい。そういうのに気づけただけでもやっぱすごいよな。そうですね。そうですね。間違いないですね。そんなこと思わなかったですもんね。なんか、うん、なんか行きたくねえよっていうか、うん、こんなんせなあかんねんとか思ってたけど、間違いない。そうですね。バンドに立てるってすげえなとか思うじゃん。思いましたね、今回。うん。そうだよね。うん。あ、じゃあ、コメントでね、ちょっと。4人にとってヴェルディとは何ですかって、まあ、ざっくり来てんだけど、いろいろと移籍してる中で、まあ、川野と吉友だって F と行ってるし、俺も行ってるし、で、ヴェルディも俺行ってるし、吉とジュビロもいるし、そうですね。いろいろ共通してることが多い。そうですね。そう。だから俺は吉友を選んだんだけど、なんかこのヴェルディの良さというか、みんないろんなところの良さがあると思うんだよね、チームに。で、菅ちゃんもね、ヴィッセルも行ってるだろうし、で、その中で、なんだ、ヴェルディの良さというか、凄さというか、そういうのがあったら教えて、ヨシトから。俺はですね、やっぱり若手がうまいなっていうのはすごく感じてて、うん、で、ユースから上がってきて、まあ、ヴェルディだけじゃなく、他のチームでも活躍してるじゃないですか。うん、それがなんかすごいなって、うん、こうなんか思いましたね、うん、だから魅力的だなって、うん、はい、確かに、はい、あのそうですね、やっぱ、まあ、ラモスさんだったり、まあ、今の監督の永井さんだったり、うん、そういうやっぱ人たちも今行ってくれるし、うん、やっぱ他のチームに行ってやっぱここで育ったんで、うん、帰ってきて、まあ、改めていいなって思えたし、やっぱ育成の子たちの他のチームの子たちも、まあ、たくさん見てきて、うん、そういう中でもやっぱちょっとヴェルディはやっぱうまいなっていう、うん、他のチームもの子もうまいんですけど、うん、やっぱうまさっていうのはやっぱヴェルディで、まあ、他に足りない部分もやっぱありますけど、うん、やっぱそこはやっぱまだ足元とかそういうとこ、まあ、久しぶりに帰ってきて上がってくる若手の子たちとか見たら、うん、あ、やっぱヴェルディいいなって思いますね。うん、菅ちゃん。そうだね、まあ、自分個人的にはね、このクラブの育成から育ってきたし、うん、菅ちゃん、まあ、まあ、家みたいな感覚で、ね、今でも仕事させてもらってるけども、やっぱ本当に歴史があるチームで、J リーグ前からね、読売クラブ前身の、本当に歴史のあるクラブだと思うしね、本当に多くの
選手、いろんな人たちがこう携わってきたクラブなんでね、独特だと思うんですよね。だから他のチームには他のチームの良さあるけども、やっぱベルギーにしかない色だったり、あのグラウンドにしかなんか落ちてない何かが あるんじゃないかなと思うし、で引退して思うのは、やっぱベルディ出身の選手でいろんなチームね行くけども、いろんなところで長く生き残ってる選手多いなって思うね、やっぱね。なんか粘り強いっていうか、簡単にやめていかないで、ヒロギみたいにね、こうやってまた戻ってこれる選手もいたり、自分も外出て一回もね戻ってくることができたりとか、いまだにそういう先輩の人たち、過去のこの歴史をね築いてきた人たちが今でもベルディのことを見守って、支えてくださってるってことをね、今、ベルディにいられる我々はね感謝しながら、もっともっとベルディがね強くなっていけるようにやっていかなきゃいけないなという、そういう責任感もね、すごい強く感じますね。真面目か。真面目か。でも俺もやっぱ思うけど、ベルディの人たちって濃いな。昔のもちろんああいうね、ベルディ川崎の時代からの人たちの、まあ、この強さからもすごいけど、そういう気の濃さっていうベルディ愛っていうのがやっぱりすごい根付いてるなっていうのが、俺はもう行った時にすぐ思った。その育成に対してもやっぱ近くで見えてて、近くで言ったり会ったり、その感じたりっていうのがね、育成にもあって、だからこそ、ああこういう風に濃くなっていくんだなっていう。必ずさて、外にすげちゃんが言ったように、どこ外に行ってもなんかベルディ色は出すじゃん、プレーでも。そういうのがベルディはやっぱ強いなっていうのはいつも思うね。それがトップの人も育成の人もどんどん濃いくなっていくよね。スガちゃんは緑の血流れてるんでしょ、だから。もちろん。それよく言うよね、みんなね。でも、ベルディ育ちだけじゃなくて、外から来るような選手たちにも支えられている部分はあると思うんだよね。ベルディ育ちだけじゃ作り上げられないものって絶対あると思うし、外のチームから入ってきて、ベルディの一員としてこのクラブの歴史とかサッカーをこう一緒に作り上げてきた人たちもたくさんいると思うんで、本当そういう人たちのおかげでクラブは今こうしてっていうのはね、忘れちゃいけないと思いますよ。そうだね、もうそろそろねまとめに入ろうと思ってるけど、なんか菅ちゃんがすげえ綺麗にまとめた。ちょっと、まあ今のこの現状がね、みんななかなか試合もできないし、こう見てくれてる人たちも今500人以上いるんだけど、それ見てくれてる人たちもそうだし、なんかな、この J リーグのまた新たな再開幕っていうんかな、に向けてちょっと思いを聞かせてもらいたいなと思って。よしとから行こうか。はい。いや、やっぱりこんだけ試合ができないのも初めてで、試合のこうありがたみっていうのが分かったんで、まあ、本当再開した時には、またいいプレーができるように、そして、またみんなを元気づけられるように、ちょっと頑張りたいなと、思ってますね。はい。ガーノは？そうですね、やっぱこんだけサッカーできなかったっていうこともプロになってなかったので、まあ、今までやってきてなかったので、まあ再開したら本当、まあ、サッカー楽しんでしっかり、まあ、J1 にチームを持っていけるように、まあ、今から体をしっかり作りたいなと思います。それじゃあ、そうですね、しっかりまず健康第一でリスク管理しながら、徐々にですけどサッカーができる環境に戻ってきてると思うし、そういういい方向に進んでいけるようにね、
皆さんでね、もう少し辛抱して頑張って、で、再開できた時にはね、今、ヨシとヒロキが言ったようにね、またベルディらしいね、いいサッカーを、ファンの皆さんに見せられるようにね、まあ、コーチングスタッフの一人、一員として、選手の皆さんを支えできるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。なんかね、みんなこれをきっかけにじゃないけどさ、まあ応援してくれる人ももちろん一つになり、支え合い、そして義人とかね、川野がまたちょっと違った気持ち見せてくれてるやんっていうのをね、で、ね、ベンチで菅ちゃんが叫んでんじゃんみたいなその熱が出てくる。そういうのが見たいし、俺は期待して見てるんで、楽しみにしてます。で、視聴者の皆さんありがとうございました。こう僕たちのね、こう緩い感じの話を聞いていただいて、そしてまたそれぞれを応援していただけたらなと思います。ありがとうございました。以上で終わりたいと思います。それでは、みんなありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。